てってってん。はい、どうも皆さんおはようございます。早朝の収録となります。まあちょっとね、まったりやっていきたいと思います。はいはい、それではおはようございます。まずはメールチェック。あ、ハッピーホームアカデミー来てるんだよ。ケケパラとなんか2つ買っちゃったんですよね。今回のおうちの評価2万点を達成されましたので記念品。おお、すごい、イエーイ。いいじゃん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 。これはなんだっけ、これもハッピーホームアカデミーだよな。登録ケケレゲダケケパラット、この曲もね制覇したいわ。あー、カボチャがこれ鳴ったかな。お、鳴ったのかな、カボチャ。これお、カボチャ取れた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 。ひー、もう一なんか大きくなったりしない？よしよしよし、カボチャ格も作んないといけないですよ、こうなってきたら。あ、そっかそっか、今日日曜日なんですよね。あー、いったー、てん、よし。あと、この時期はですね、釣りでのあのお金稼ぎの効率が非常に悪いんだよね。あんまり釣れないんですよ。確かシイラが一番高級なのかな。シイラカンスか、シイラカンスは出るわけないしな、そんなしょっちゅう。あ、でここの橋も今立ててる途中で、金のなる木が1個できてるから、一番初めの金のなる木ができてるだけで、一番初めのやつは3万ぐらいしか入れてないから、いいでしょ、ここお風呂いいでしょ皆さんね。こんなのだ、じゃあこういうのをねいっぱい立てていきたいんだけど、でここにちょっとね、あの木なんていうの、フルーツゾーン作っちゃってるからね、もうちょっとうまく整理できるかなと思って、こう ロープとかでこう区画してるけどさ。ああ、そうそうそう、メッセージボトルもやっぱりね1日1個押してますから。ああ、そっちだったか。じゃあ君を勧誘するよ、一緒に住もうよ。口これ絹代さん、あれ絹代さんまだなの、嘘。今ちょっと早朝だから、あ、なんか釣り大会の、あ、釣り大会だって10月10日タヌキッツァーン。あ、何も言ってこねえ、イベント発生しないじゃないですか。先にタヌポート行っておきましょう。マイル交換、新しいレシピ来い。あ、両方、あ、これ持ってないわ、これ持ってないわ、やったぜ。これ硬い木材で作れると思うんですよ。硬い木材超余ってるんで、これ全部実はゲットしたいんだけどね。なんか減ってないか、もっとあったような気がする、すげえ減ってきてるような気がする、ゲットしてるからか。さあ今日のショッピング日替わり、あ、ニーハオ T シャツだって可愛くない？ギザギザ、うーん、なるほどな。これちょっと、これちょっとオーダーしよう、明日ね。はいはいはい、オーダー勧誘したよ。 T ナが上、上のほら今 T ナがいるとかでしょ、あの辺はもう1個2個家建てれそうじゃない？任せとけ、今 T ナがホインってホインってなったな、見つけちゃった。待って、その前に一旦、うん、ちょっと待って、ここも戻ってくるからな、バッチリ。あ、なるほどなるほど、あんたうまく商売するね本当に。ちょっと待って、何をすればいいって一度ちょっと聞かせといて、せっかく来てるから。分かった、かぼちゃもじゃあちょっと取っとくわ。皆さんほら見て、ほらこんなんどこ持ってるかな、結構ハロウィンな感じのやつのレシピはもらってますので。あ、顔が違うぞ、ほらスタンドの顔見て、右がちょっと悲しげなちょっと クリーパーっぽいけど、左のほらやつ見て、スタンド裏返しただけなんだけど顔の表情が全然違うね。重すれ重すれ、いいじゃないの。はい、楽しくなってまいりましたところで、はい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 、あと何残ってんの、あ、そっか、花輪か。と本当はさ、今日絹代さんオープンの予定だったんだよな、自分の中では。ちょっとオープンちょっと早いけどね、お祝いとしてはちょっと早いけど、これ置いとくわ。うん、さあ皆さんまいりますよ、かぼちゃでしこたま遊んだ後はいくぞ。はっ、あー、これなん、いくら埋めた、少ない、少なかった、埋めた額が少なかったのか。資材に変わっていただきます、座るんかい。まあ、記念すべきお金の木の椅子ってことで、これ置いとこうか、これ。じゃあ次のね、金のなる木ここですよ。まあまあ、ここでもまあまあ入れたはずだよ、来い。え、1万ベル、あれ、あ、そん時はまだお金持ってなかったのかな、3つ目ぐらいかな。くそ、金のなる木ループ失敗、ごめん。ディギディン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 、イエーイ、
いっぱい稼いでね、いっぱい稼いでね、金のなる木にね、プロで突っ込みたいんですよ。そうすればサイクルやってきますからね。金のなる木サイクルを作るためにお金稼ぎやろうと思ったけど、もう今ちょっとある金で次の住民の誘致の、場所ちょっと1万円先払いしてですね、これゆくゆくマイルもらえるみたいだからね、任せなさいよ任せなさいよって。はい、まあ住民増えた方がなんかこうブツブツ交換とか新しいレシピとか教えてもらいたいとかするんで、まあ多い方がいいに越したことはない、多い方がいいに決まっているんだけれども、まあ青バラっていうのがね大前提にあると、まあ別についでではあるのでそこまで気にする必要はないと思っております。で、先ほどストローさんのね誘致場所決めましたけれども、で次のお家なんですけどね、こっちなのよ。花畑を抜けてこの辺りですね、いかがです、これ橋を渡って しかもこう海のすぐそばみたいな、離島に行って勧誘するかキャンプサイトに来た住民を勧誘するかってことになってくると思うんですけど、こうなったら離島に行く意味もいよいよ現れてきましたぞと、そんな段階でございます。雑草ダメよ、雑草ダメ絶対。あ、ここの橋を作ったんですね、ここの橋を。豆粒のお店開いてないので、例えば高額買取商品でお金稼ぎとかっていうことも今はちょっとまだ選択肢としてないので。はい、そんなわけでこれで終わろうかな今日は。まあハロウィン的な入り口がね、できたんじゃないかと思います。これ結構いいよね、単純でしかもおしゃれで、はい、もっとレシピ集めてですね、ハロウィン系のやつで埋め尽くしたいと思います。いや本当はね、金のなる木ループ作りたかったんだけど、一番初めのやっぱり少なかった、で二つ目も少なかったですね。9万9000入れたやつがどうなってるか、もうそれが知りたい。